きもそうですけどね、トンネルのそばですね、なんか、ね、気持ち悪いですね。自然にやっときます。トンネルってパンク、すごいっすね。トンネルはやっぱりね、あのとこのような境とか言われますからね。でさっきもトンネル近かったんで、なんか。あ、そうでしたっけ。はい、さっきも近かった。木村さん、はい、前にいんの分かる？え？ああ、なんか、はい、なんか近いの。うん、横にいんだよ。よし。え、何してんですか、横で。横で、こう、こう、こう見てるんです。ちょっと、怖かったですよ。めちゃくちゃ怖かったです。なんか、こんな結構してるんですよ。ああ、息苦しい。俺も確実にいると思うのよ、うん、なので、まあ、人が変われば見えるかもしれないっていうのは、まあ、安直な考えだけど、なんかでも、あ、なんかいなくなっちゃった。ミスった。ここはどういう場所ですか？なんかその MTV のマーシーさんも行ったことがあって、うん、でその時マーシーさんはなんか霊を見たっていうことをおっしゃってましたし、うん、曰くもあるんだっけ？一応そういう、あ、そうですね、霊的な現象が一応目撃されてるっていうふうにはあるんですけれども、うん、で、あとシンプルにちょっと環境が悪いみたいなので、そこだけ。環境って？その下の方が、ね、コウモリだとかみたいなところは一応報告はされてたので、うん、そういったところもちょっと注意していただければと。これここから結構中入ったところにあるのかな？そうですね、地図上はここからしばらく進むっていう風な形には、うん、じゃあ行ってみましょうか、ひとまず、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。行きましょう。カメラ持ってもらえますか？なんか公園みたいですよね。2本道あるんですけど、地図で見た。こう、今来た道を U ターンしてこっちにまっすぐと思うんです。右、あ、こっちは、ね、こっちにもあるんですけど、こっちを見てみて。そうですね。ここ、うわ、すげえ深っか。こっち行けな、行けなくはないけど道って感じじゃないかな、うん。他もふかふかですね、うん、土壌が。こっちかもね。阿部さん、こっちかもね。でも同じか。合流する？あ、いや。こっちは階段ですね。まあ降りてってみようか。うん、全然違う道に行ってます、ね。いや、わかんないよ。あ、こっち道ないね。ね、阿部さん。いや、ありますよ。いや、でもそこまででしょ。これが、これがそれじゃないですか、建物。ホテル違う。あー、それが？こっち行きます？そっち行きますか？こっちあるみたいです。じゃあ、行きます。こっちなんか止まる、うんうん。そうだね。じゃあ、戻りますよ。そっち戻ります。でっかいゴキブリいますね、うん。
これは違いますよね。これは違います、ね、これは掘ったて小屋ですね。下ですね。こっちから見えるんですけど、さっきの道から行くっぽいな。行き止まりじゃないこれ。下ですね。こっち。でもさっきの道行ったって。行き止まりだね。行き止まりです。行き止まり。ここから下にでもホテル見えます。はい。あっちからホテルが見えます。あ、これか。はい。じゃあさっきの道のあの階段の下なんですね。ああ広い。あ、でもここ降りれない？なんか降りれそうなんですけど、これ近道。ちょっと待って、かなり裏道ですけど。行けます？それとも道行きますか？普通に。あ、こうん、行けなくもないけど、向こうに道があるからあっち行った方がいいかもしれない。セミですね。石井さんいたら地獄だったな、うん、叫んでもさ、うん、行った。でも ここ近道かも。わ、虫だらけ、木がアリだらけだ。こっち近いよ。はい、行ってみますか。行ける？行ける、うん、この道の方がいいかもしれない。行けるなら、はい、行きます。どっちみちここだから。これがね、壊れちゃったんで。あとでつけます。うん、すいません、ありがとうございます。ただ虫が多い、ゴキブリとか。ゴキブリ？うん、いました。ゴキブリ。違う、なんか七節みたいのが俺の 胸にいた。だから環境悪い。でかい七節が。虫が多いっていう。うわ、虫。これはやばい。はい。アリだ。たくさん。探検隊だな、もう。いや、本当の探検隊はこういうとこ行くんだよね。よいしょ。うわ、大丈夫？くそ、もう今日何回目だ、このクモの巣。いや、クモ多いよ、本当に。俺もさっきから捕まってる。めちゃくちゃ顔にかかった。よいしょ、よいしょ。でもこれどんなタイプのホテルよ、こんなところ歩かして。本当ですよね。何なの？もうやっぱりこう自然の中に建てるやつなんですね。でもこれ完全にこれアーチになってるよね、ホテルまでの、うん、もうこれ始まってるんじゃないですか、これ建物。ほら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 、もう右にありますよ。お風呂バーみたいな。これ、うん、これじゃないです。これはでも絶対そうじゃないですか。でもなんか壁も何にもないんだね。あ、でもこっちがあるか。こんなん入ってる。でも入るのか、これ。これ入れるね。そうだよね。ここからは入れて、こんな外観じゃないよね。あ、でかいな。向こうにもあるんじゃない？いや、写真で見たのこんなんだって。なんか、これは、ここがちょうど、あ、ジャストここじゃないですか？ここの。ああ、なるほどね。この上があって、そうか。で、この、なんか、鉄の、これみたいなのが今ここにちょうど。やべ、 これはでもこれボロッボロだね。そうです。だからここに入る方法を探さなきゃいけない。でも間違いなくこれですね。これ、これではあるの。そうですね。いける。写真上のはちょうどまさにここを写してるのがありますね。で、窓から入るしかないですね。森さん、そっちから行けんの？じゃあ行きましょうか。ああ、これ階段になってんだ。どういう作りだ。下から来るのが正規ルート。なんかゴキブリ多いな、珍しく。ゴキブリですよね。うん、ゴキブリ。マジっすか。ゴキブリだらけだよ。だらけ。あ、本当だ。うわ、すっげえいっぱいいる。でっかいんですよ。でっかいゴキブリだらけだ。うん、下見ない方がいいで。ああ、なるほど。ちょっと可愛いっすよ、むしろ。でかくていい。もはや。もはやでかい。こんなにいると逆に。うん。おお、ここか、正面っぽい。やだなぁ。今回のバトルは虫だな。
相当古いな、これ。これも。こんな古いテレビがここまで古い、下駄もあるし。なんだこれ。あ、ここ。フロントっぽいですね。はい。そうですね。いや、これ相当ふ、もう廃墟になって随分月日経ってるね。あー、へえ。これ昔のホテル浜山。パンフレット。パンフレット。ここじゃあロビー。ここですよ。ロビー。え、いわくロビーになかったっけ？一回振りますよ。うん。書いてあったっけ？コートダジュールだって。うん、コートダジュール。でも建物自体はなんか広そうですね。広いね。これ見る限りでもね。ただ行ける範囲が結構限られてきちゃってるかもな。空間に行くのも大変だよこれ。うん。あ、そこからしか行けないでしょ。そうね。だと思うね。あ、道はあります。そっちある？あるな。うわ、怖いけどある。いい感じの通路がありますね。なんか大きい顔が見えたやつ。ああ。まだ外か。うん。原さん。はい。この先は一応ちょっと行けそうですね。行ける。どうしようかな。安倍さんと行きますか。二人で。ただ。行き来するっていうのもみんなで行き来ちゃうパターンにするじゃないと多分行って戻ってっていうかもうどこまで行くかを判断しながら行くしかないかなって思う、ねうん、じゃあみんなで行ってみようか、うん、じゃあ俺先頭行くよこれ持ってこれちょっと持っててくれる、はい、こっちは今行けそうだったんですけど一応ちょっと俺こっちも行けるか行けるっちゃ行けると思う行けるっちゃ行けるから、うん、けるけどでもちょっと待って、はい、こっから上に行けるルートがあるかもしれないからひとまずこっち行ってみようよみんなで明らかにでもこっち違うところに続くルートは今ちょっと一瞬だけここ上がってるのでちょっと待ってます、うん、気をつけてねじゃあはいあで俺はじゃあそれを取ろうかここを誰か取ってますうんそれを俺取るわ、はい、森ちゃんそれを あの天野くんが上に行く様子を取るからああ後ろ階段にはなってたうわ、壁ももう上行ける？あ、行ける行けるあれどうしよう、ちょっとじゃあどっちから行く？縦に分かれますそれでもこっちと、これも行けるんですよあ、行けますねで、さっきの向こうも行けたけど、うんうん、2班に分かれて、分かりますか？合流するかもしれないし分かるか、うんじゃあ行くよ。あ、でも下しっかりしてるな。これ鉄筋だね。そうですね。なんかここはむしろ出てる釘とかそういうのを気をつけながらゆっくり慎重に行きましょう。うん、そうだね。ガラスも割れてるし。うん、かといって。で壁はこれなんで木なんだよな。うん、すごいあこっち長いね。廊下があって、これまず浜木綿とかっていう部屋なの。これ下ちょっと危ないかも。あこれ危ねえぞ。大丈夫ですか。あんまり人が集まんないように。うん間を開けたら行かないとたいあでもこれやばいかな。来なくていいよこっち。はい。もう見ただけだから。あれあレシーバー両方持ってきちゃったねこっちに。あすみません。
ですね。あ、でも そこで合流するね、きっと。あそこから出てくるな。あ、合流だ。うん、同じことだ。廊下の奥から出てくる。はい、うん。ここは何もなしだな。ビル。あ、危ないね。木村さん。はい。前にいるの分かる？え？前にいるの分かる？木村さん。安倍さんの前？木村さん、前にいるの分かる？ちょ、いや。そっち行く？行けます？そこの道で。あ、これ行けないな。こっちから行けない。あ、うん、じゃあ。うん、向こうから行った方がいい。ちょっと木村さん呼んでいいですか？あ、今来れない。そっから来れない。うん、こっちからは行けないですね。じゃあ回って。はい。じゃあ行こうか。待ってる、回ってきて。はい。これが下を、そうね。そう、霊体がいるんですか？あります、また。いますね。また。ユースケに。ユースケ。ユースケ、安倍さんは。安倍さんは。もしあれだったら、ちょっと俺たち下がって、木村さん、こことかここ、見てみてください。ライト消して。ちょっと俺たちもバックするか。消毒して。うん。足元だけちょっと気をつけて。そ、こことか。あ、じゃあこれ木村くんこれ持ってくれる？ここか、そこ。これ。ここにいるし、もうそこら辺に。動かないかな。いいよ、後ろいるから。わかる？ああ、なんか、はい、なんか近いの。うん、横にいるんだよ。よし。え、何してるんですか、横で。横でこういうふうに、こう見てるんですね。木村君のことを凝視してるの？猫背なんですよ、こういうふうな猫背の人で。ばあちゃん？いや、おじいさんにもばあちゃん、ごめんなさい、あの年齢いくとわからなくなるじゃないですか。うん。どっちか。でも若い人じゃないんですね。腰の折れてる年齢ですね、まあ、やっぱ肝心なの。よし、じゃあゆっくり戻ってきてまた明るくするんで足元気をつけて。あ、結構います、ここ。へえ、うん、国だけ気をつけて、はい、ここでももう一人検証、そこら辺でも俺やれるとは思います、うん、じゃあちょっと痛いですね、うん、大浴場もあるんで。大浴場奥まで行きますか？見たいですね。あんまり動かないと思います、それ。へぇ、ちょっと怖かったですよ。めちゃくちゃ怖かったです、なんか。こんな結構してるんですよ。へぇ、ポコッと。大浴場っていうのはこのフロアの一番奥で、うん、逃げちゃうと悪いんで、あんまこう部屋照らさないで、足元だけ。大浴場も出る？わかんないです。わかんないです。いわくとかやると思う。大浴場行ってみますか。どうぞ。いいですか？はい、ちょっと行ってみたいですね、うん、あ、足元だけちょっと照らして、うん、はい、部屋はあんまり照らさないで、はい、で大浴場だったら全然照らしていけるので、はい、芝大丈夫か？芝？芝一応、うん、ま、持ってこうか、うん、持ちます、持ちます。いや、いい、だったら安倍さんに渡して。いますね、うん、ここにいていいですか？いいです、いいです。なんかいるわ。あ、じゃあライト消すと逃げ出していきますか？じゃあ僕ら下行った方が音もしないからいいですかね。うん、一人にしてくれる？うん、原田さん、もしあれだったら大浴場までレシーバーあるから。あ、ここいますね、はあ、うわ、うわ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 、いますよね。怖っ。うわうわ、これちょっと上は、これ階段はやばいかも。ああ、大浴場がわからない。あ、でもまあ無理しないで。
大浴場はわからないですね。これ座敷だな、広い。俺はもうここに、その安倍さんが照らすなっていう部屋にいたいですね。照らしたくなっちゃうけど。これじゃああれ、ナイトショットにしよっか。うん、逃げちゃう。あ、できるよ。うん。あ、もういるわ。たぶんマシさんみたいなこれっすね。じゃあいなくなります。下に行きましょう。おいおいおい、下行く。降りてください。一回だけ、最初だけ、こういうとこです。ああ、なんかいるな。うん。見たいな。見してください。お願いします。鳥肌がすっごい。なんだろうな、これ怖いからとかじゃないんですよね、この鳥肌。うん、何なんだろう。いるからなのかなって思いたいですね。いるからなんだろうなって思いたいですね。いるのはわかるんですけども、映したいんです。映させていただけませんか。お願いします。ここかな。お願いします。しみし言ってるもんな。あるってないのに、この部屋入ってないのに。廊下にも気配感じんな。こっち苦しい。ああ、完全にいますね。はあ、見えないけど感じます。はあ、こういう雰囲気なんですね、いる部屋っていうのは。
ないんでしょうかね。音っていうかもう気配なんだよな。この気配を伝えるのはできない。音してます。廊下。聞こえますか？はい、もしもし、阿部です。聞こえますか？はい、聞こえます。俺はもういいわ。あの、見えないけど感じたんで、他の人にバトンタッチして、その人の感想を聞きたいです。承知いたしました。じゃあ俺待ってるんで、ここで誰かよこしてください。はい、向かいます。めちゃくちゃ怖いっす。流れ的には木村っぽいな。いや、なんかずっとだけなんかベラベラ喋って振っといてあれなんですけど、ちょっとさすがに怖いです。じゃあ行かせたらホラハラになっちゃうからじゃんけんですじゃんけんね。じゃんけんで別に負けたら、あ、勝ったら、それは神様が、うん、で、別に勝たなきゃいけない。え、これ一人ですか？原田さんと一緒にですか？一人、リュウジを今待ってるだけだから。まあ、とりあえずじゃんけんしてみよう。まあ、せっかく勝った人が勝った人、はい、入ってます。じゃあ、安倍さんいいんじゃないですか？安倍さんもやる？安倍さんパターンもありじゃないですか。多分ここで終わりじゃないんで。そうか、ここで最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。うわ、残念。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ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 。うわ。まあ同じ会社のね、そういうこともあるとかですね。やっぱりそういうことなんでね。一応言っとく、俺も別に行きたくないから。え、そうですよね、うん、揉めた結果僕になりました。あのね、間違いなくいます。マジっすか？ここに、ここに、あのミシミシ音がしたっていうのはまあ置いといて、はい、まあ天野くんだったら分かるよ。あ、そうですか。分かる。うん、はい。ただ肉眼では見えない。あ、俺はね、はい、奥には行かずに、うん、もうこの部屋だけでずっとここにいた。十分行けるってことですね。うん、原田さんが確実にいると言っている。この部屋に行きたいと思います。あ、なるほど。ここに、うわ、そういうことか。言ってる意味は分かるな。なんだろうな、もうやっぱり何か所か行くから分かるよな。やっぱここはいるっていうのは確かに分かるんだよな。気配を感じる。そう、気配を感じてるっていうのが一番やっぱ近いか。
気のせいか。いや。どうぞ。僕もそう感じていて、なんか人が横に座ってる気がして、でそっちをふっと見たら いなかったんですけど、なんか一瞬その壁越しに人が座ってる気がしたんですよね。いるよね。絶対いると思いますね、うんうん。これは先輩として木村に体験してもらわないのもったいないなとは思っています。先輩として木村に体験してもらわないのもったいないなとは思っています。私もです。一人ですか。じゃあ木村君行かせるね。お任せします。一人ですか。うん、いるだけでいいから。いるだけが嫌なんだよな。はい、あ、雨持ってるから、はい、うん、交換するまで一緒いますから。とりあえずは死にはしないから。さあ、うん、分かんないけど。おじさん、何ですか、うん、死なない死なない大丈夫。分かんないけど、うん、知らんけど、うん、お料理は強いから大丈夫だよ。うん、そんなことないか。知らんけど。ちょっと待ってください。うん、あ、そう、そう、大丈夫。じゃあ天野君と交代、うん、田方呼んでくれればすぐ行くから。そう、あんまり部屋の中照らさないでくださいね、逃げちゃう。はい、わかりました。来ました。これね、ん、俺も確実にいると思うのよ、うん、なので、まあ、人が変われば見えるかもしれないっていうのは、まあ、安直な考えだけど、いなくなっちゃった。ミスった。どうする？ここで引き返すか。うわっ、あ、友野君どうした？大丈夫です。手前いるんですけど、ちょっと怖くて僕は入れないかもしれないです。今ちょっと手前で今止まってる状態です。じゃあ俺そっち行くわ。あ、ここか。あ、不気味だな。